官よ、これで決戦の準備は整ったか。賊の討伐はなったな。決戦の邪魔をされずに済むだろう。有益な情報が手に入った。決戦に生かせるかは将次第か。兵たちの船酔いはいくらか収まったな。一応戦う体制はできたということか。これで郊外を引き入れることができよう。うまくいきすぎているような気もするが。うん、ならば将兵を休息させよう。決戦に向けて英気を養わねばな。皆の働きにより決戦の準備は整った。来たる大戦に備えしばし休息し英気を養うのだ。仕方ないとはいえ嫌な陣形だ。はい、この陣は体裁だけといって、もっと時があれば船にもいろいろと仕掛けを施せたんだが残念だ。準備不足に練度不足、それでも水陸合わせた戦力はこちらが圧倒的。ならば敵はどう仕掛けてくるだろう。水上で仕掛けてくる可能性は低いと思います。あくまで低いという程度ですか。そう言いつつ気にかかることがあるような口ぶりだ。何か懸念があるなら殿に申し上げてみたらどうだい。いえ、懸念というほどではただの不安かもしれません。風が強いな。先ほど二滝の火が煽られて危うく火事になりかけた陣があった。そういえば孫権は我らの風下に布陣しているが、火計を仕掛けたりはしないのか。ここが水上でなければそれも手でした。ですが孫吾の水軍は散開しています。さほどの効果は望めないでしょうね。そうか、向こうは練度も高いというし、そう簡単にはいかないか。それより殿が皆を呼んでいる。二人とも来てくれ。承知しました。行こうか純雄殿。この時期長江の風は北西から南東へ流れる。今夜は特に風が強い。迅速に敵陣にたどり着けるであろう。時はまさに今。これより一気に長江を渡り孫権劉備を討つ。水上の不利は兵数と知恵で乗り越えよう。いざこの戦に勝利し天下を制さん。おこの勢を。風に乗り敵を撃つ。劉備と孫権に
引導を渡すのだ。伝令、敵軍師諸葛亮に怪しい動きあり。一刻も早く撃破された方がよろしいかと。対岸に曹操軍が現れたぞ。ありったけの矢を追いかけろ。こっちには矢が10万本もあるんだぜ。曹操を襲われない限り無敵だな。守りは我らが受け持つ。何者にも抜かせはせぬぞ。敵の倉庫はこの辺りにあるようです。さっきの戦いの情報が役立ちましたね。倉庫一つ守れぬとは、分身のことして情けない。何、敵じゃなくて、さすが倉庫の矢を奪いに来たのか。そうはさせない。この倉庫は拙者が守りきってみせる。この倉庫は火器厳禁だ。くれぐれも注意するよう皆に伝えよ。伝令、曹操軍が倉庫を襲撃。10万本の矢は全て消失しました。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。お見事でございます。殿なら必ず乱世を収束に導けましょう。時は十分に稼げた。我が経路はすでに慣れる。そうですね。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。殿、お見事でございます。あの宝刀先生ってすごいな。船の上を歩いても酔わねえぞ。これなら存分に戦えるな。まったく宝刀先生様様だ。進め進め。我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。ここは俺の見せ場だ。朝食よ、この歓喜校の功になってもらうぞ。こっちは大軍、勢いもある。今後の田舎武者どもに負けるかよ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。見せ場はたっぷり作ったな。もう撤退してもいいだろう。時は稼ぎだ。敵将を討ち取ったり。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。それでこそ我が父、目の覚めるような活躍よ。
見事だな、王徳。さすがは歯を行く者よ。おかげで敵を追い返せました。しかし、この様子、今日も妙だな。やはり邪魔をしに来ましたか。そうはさせません。ここは引かざるを得ませんね。ですが、役目を果たせました。やっこの撤退は筋書きとなります。敵将を討ち取ったり、我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。そんなに頼もしいですわ。万事上司、あなたのおかげです。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。敵の要所を叩く。おいみんな、朗報だ。祈祷所にいた諸葛亮を撃破したぞ。なんだって。そりゃよかった。これで何の心配もなく戦えるぞ。諸葛亮様がやられた。そんなはずはねえ。確かめに行こう。よし、敵の民兵が移動したぞ。手薄になったところを攻めちまえ。ここは引くしかあるまい。粗相の進撃食い止めたかったが。北下曹操軍、さあ孫家の本陣はここだぞ。誰にも邪魔はさせん。見事だな。さすがは歯を行く者よ。鈴の観音が相手よ。気合い入れてかかってこいや。
やと戦うのはお前か。正々堂々戦った結果だ。一旦引こう。だが次はこうはいかんぞ。敵将を討ち取ったり。見事だな、毛徳。さすがは歯を行く者よ。なかぬ、勝利を手にするまでは。我が父、目の覚めるような活躍よ。これまでの動きすべてこの炎を描く布石であったか。まさか。では敵はこの風を確信して家計を企んでいたと。周囲、いや諸葛亮か。この炎、痛恨よな。どこまで計算していたというんだ。殿も軍師たちも熟考の上で家計はないと読んでいたのに。風向きが変わることもこちらの陣形も全て織り込み済みだったのでしょう。加えて自然頼みの策を行う大胆さもあった。風向きについてはにわかには信じられませんがこれは悔しいな。私の考えの外でこんな戦を描かれるとは。火の勢いが強いな。陸の陣にまで火が届いている。船の覇気だけでは間に合わぬか。やむを得ん。満潮、全軍に撤退を命じよう。承知しました。軍列、お主は味方を逃がすため上陽までの退路を切り開いてくれ。はっ、皆の命必ず俺が守りましょう。
火の勢いは衰えぬか。わしもそろそろ撤退せねばなるまい。曹操様、敵は我が方の退路に兵を伏していた模様。城陽へ撤退中の味方が攻撃を受けています。そこまでも手を打っていたか。周囲諸葛亮、恐ろしいほどの才気よ。だがこれ以上好きにはさせぬ。北に展開した敵を撃破し、味方の退路を確保する。わしに続くよう皆に伝えよう。